合図して。あ、はい。あと時間がさ、わかんないんだけど。あ、時間はじゃあ自分の時計見れますか。あ、そっか、うん、自分の時計で何時までかって言って。ちょうど6時までです。あ、6時まで。入れ替えは何時ですか。うん、半分ぐらい。もうちょっと40分ぐらいだ。え、45分ぐらいですよ。いや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 、6時までだったら、45分だったらね、結構最高。最後、最後。半でいいんじゃないですか。半で。半じゃな、早いよ。じゃあ、間で35でいいんじゃないですか。40分でいいんじゃない。40分、はい、はい。56分だからもっとあるでしょ。いつから始めた。7から7時10分から始めればよかった。はい。え、じゃあ今始まって、今オープニング流れてるん で CM もちょっと入れるので6時10分ぐらいまでですよね。じゃあ40分ですね。はい、半分が56分だから6時6分じゃない。6時6分で、はい、じゃあ38でもいいですけど。マイク上げますね。はいはい。アーキーこと山川明作詞作曲のオープニングテーマ曲、おじいの嘆きとともにシニアドリームライフの時間です。この番組はまだまだ夢に向かって頑張っているシニアのこれからの夢やこれまでの体験経験を語り、地域の若者ジュニア世代にやる気と希望を抱かせるトークと音楽のひとときです。今週もここ宜野湾ヒルズ通り FM 宜野湾スタジオから生放送でお送りしています。私はこの番組のパーソナリティを務めます吉井新井こと新井義雄と申します。今週も小1時間よろしくお願いいたします。小1時間よろしくということで、いつもの通り今週の、ね、出演者の皆さんから紹介しましょう。まずは、今日はですね、前半と後半がね、ちょっと出演者分かれますんでね、出演者の時間の都合で、はいはい、前半の方の出演者はまずは第4週のレギュラーです、琉球古典音楽の伝道師の泉さん、よろしく。はい、はい、皆さんこんにちは、あなたを古典古典にしてしまう琉球古典音楽の、伝道師、自称伝道師でございます、あの日賀泉と申します。よろしくお願いいたします。私は、沖縄に残る琉球の宮廷音楽を、歌三線とともに、分かりやすく解説しながら、皆さんに身近に、感じていただこうということで日々活動しております。どうぞよろしくお願いいたします。はい、ということでね、泉さんがね、琉球古典音楽を奏でて歌うと、なんか本当ね、オペラを聴いているような、ね、素晴らしい、ね、気分になるという、別にそういう、はい、古典というような感じがしないという気がするんですけど。あ、そうですか。はい、はいはい、斬新な、ね、そういう感じもするし、はいね、古典が斬新に生まれ変わって、はいはい、ということなんですね。ちょっと褒めすぎですか。素晴らしいと思います。皆さんのこういろんな受け取り方をしていただいて、はいはい、親しんでいただけたら、ね、一番いいかなというふうに思っておりますので、はいはい、ありがたいです。いつもね、はい、いいお声と、はい、いいお顔と、はい、ね、本当にありがとうございます。ありがとうございます、はい、こちらこそ。はい、そしてですね、はい、もう一人今日のゲストなんですけども、はい、はい、琉球古典音楽にまあ関係があるというかね、沖縄県文化振興会の萩原さんです。よろしくお願いします。あ、惜しい、また間違えてしまいましたね。萩原さんです。はい、クリスマスぶりなんでちょっと忘れてしまったんでしょうか。萩野さんですね。萩野でございます。なんで萩原なんですか。萩原ってのはやっぱりいろいろいるもんですから、萩原証券とかね。そう、萩原の方が多いですからね、名字の数もね。なんか萩と来たら萩原なんですよ。が続くんですね。どうしてか、萩本とかね。荻野さんとも間違えますね。荻野もよく間違えられますね。あれもジムにいてるけど違うっていうね。まあ、この前の萩原さんを知って発見したんだけど、萩原の萩は草冠の下、秋なんですよね。はい、秋でございます。荻野は草冠の下が獣編なんですね、はいはい、秋の野木編がね、獣編になります、はいはい、ね、だからそうちょっと違うんですけど、その、はい、この間この間つうかね、萩野さん、はい、さんにお会いした時に発見したんですよ。ありがとうございます。萩野さんだっけ、本当本当に萩野じゃなかったか。もはや萩原でもいいですよ。
かイメージ、萩原っていうイメージだよね。ありがとうございます。インプットされてますね。もうね、そう、うん。だから前の時もね、12月にね、はい、出演された時も、確か萩原さんって言っちゃったよね。そうです。はい、何回も。お伺いしましたけど、全然大丈夫。もう、その萩野は、萩野っていう人と荻野っていう人はもう間違えられるのに慣れてますんで。荻、はい、野さんっているんですよ、また。はい、山ほどいらっしゃいます。はいはい、山ほどだけど、友達にいるんですよ。ああ、お友達に。はい、俺は荻野って言うんだけどね。だから、荻野さんは前から荻野さんなんで、うん、だから、萩原さんは萩野さんは萩原さんかと思ったんで、違うっていうイメージだったんだ。ああ、なるほど。萩と荻野なんだけど、荻と萩なんだけど、下まで違いちゃえと。そうですね。覚えやすいのは混乱しないようにと勝手に思い込んだのもして。はい、いや大丈夫です。何回でも聞いてください。萩野さんね。はい。大丈夫です。ということで、ね、萩野さんですよ、皆さん。はい、よろしくお願いいたします。はい、よろしく。はい。というね。もうちょっと長くなりましたけども、はい、それでは吉新井の、毎月やってるね、はい、今月も行きますよ、教育的な一言、はい、これ一言じゃない、長いんですよね、一言がとっても長くなったんです。長いですね。長いんですよ。長そうですね。そう、長いんですよ。ちょっとちらっとさーっと行きますよ、はい、はい、徳が高い人の特徴というね、ことなんですよ。徳が高い人はどういう人なのか、うん、はい、はい、まず最初にお金を大切にしている、時間を大切にしている、人間関係を大切にしている、だから必要なもの、大事なものを大切にする人が徳が高い人。徳が高い人は何でもね、大切にするんです。ね、お金、人、時間を大切にする。まずこれね。はい。その次、徳が高い人の特徴はね、人の幸せを願っている。人の本質を見ている。誰にでも平等に接する、うん、そういうね、対人関係というかね、相手のことを思いやる、相手のことをね、よく見ている、ね、ま、相手を誰でも平等に扱うという、うん、人との関係というかね、関係性を、ね、うん、うまく保つ人が徳が高い、うん、はい、その次は人の悪口は言わない、うん、人の良いところを見ている、うん、物事の良いところを見ている、うん、物事を多方面から捉えているということね。悪口を言わない、人の良いところを見て人と付き合おう、ね、物事に対しても良いところを見て、ね、考えようと。だから物事をいろんな面があるけども多方面から見るんですよと捉えてね、というところです。一方方向で見ないで、ね、多方面から見ましょうと、はい、そして極端な思考をしない、ポジティブに考える、良い言葉を使う、良いものを食べている、ね、まあ、極端な思考をしない、まあ、これはさっきのねに、まあ、多方面から物事を捉えるっていうのね、ここに通じますけども、あと物事をポジティブに考える、ね、まあ、いわゆるあのね、暗く消極的に考えないで積極的にポジティブに物事を捉える、そして良い言葉を使おうと、ね、言葉遣い、あ、大切ですね、やっぱ良い言葉を使っていると良い雰囲気になるし、ね、幸せを感じるし、ね、喧嘩にもなんないし、ね、悪い言葉から喧嘩になる場合もあるしね、言葉っていうのは本当に使い方一つで変わりますから、同じ言葉でも言い方で変わるしね、はい、ということね、言葉遣いを、まあ、良い言葉を、ね、うまく使おうと、そして良いものを食べる、これはもうね、急に変わりましたね、良いものを食べるのが徳の高いのと関係あるのか、納豆とかですかね、良いものを食べると健康になる、ね、不健康だったらやっぱり徳高くないよ、良いものの定義がね、ちょっとこれだけちょっと特別だな、はい、次はね、過去に執着していない、未来に執着していない、感情に支配されない、うん、攻撃されても反応しない、あ、いつも笑顔でいるっていう、うん、まあそんなことなんだね、まあ現在未来に執着しない、こだわりがない、うん、そんなにね、まあ特に今にを大切にしようってことなんだ、ね、うん、昔はこうだったって言われる方いらっしゃいますもんね、確かに、大体年を取るに従ってね、昔の話をよく、そう、俺の若い頃はそうなりますもんね、まあ、そういうふうに過去に執着しないっていうことですよね、まあ、現在忘れて未来のことばっかり言う人もいますよ、ああ、そう、いつか俺お金持ちになるんだってね、さあ全部返してやるみたいないますね、そういうことです、未来に執着してない、感情に支配されない、ついカッとなって怒ったりね、なんか怒ってやっぱり悪い言葉を使ったりね、やっぱり感情に支配されないで、やっぱりね、理性を持って接しようと、ね、で攻撃されても反応しない、
攻撃された時にやっぱりね、戦争というのはそうですよね、攻撃されたからやり返しするのは、うん、が戦争になるんで、うん、反応しないとか難しいけどね、これ一番難しいんじゃないですか、ね、攻撃されても反応しない、攻撃されて反応しないと、ね、これ痛い、痛いのに痛い、痛い、反応されると、これちょっと問題があるけど、ガンジーですよね、ものすごい感じでね、反応しない、どうなんですかね、ここ、これはね、ちょっとだいぶきついけどね、うん、泉さんも反応しますか、しちゃうよね、うん、いたとか言いますね。そしていつも笑顔でいる、うん、これいいですね、これはもう最高ですね、はいはい、笑う角に服着たってやつね、うん、はい、いつも笑顔でいる、はい、人生に目的や目標がある、あ、ね、目的目標がある、ね、これ当然ね、やっぱ目的目標を持って人生生きるのがいい、はい、継続した努力ができる、はい、継続することが力なりって言いますけどね、うん、継続が力なりっていうけどね、ただ僕よく言うんだけどね、良いことの継続がまさに力なり、まあ、良いことというか、あるいは楽しいことの継続がまさに力なりということは、辛いこと嫌なことを、ね、継続していると人は病気になるんですよ、はい、ストレスが、あ、ストレスでね、はい、だから何でも継続すればいいってもんではないと思うわけ、ね、はい、楽しく継続するのが力になる、ね、はい、そして継続して学習する、まあね、楽しく継続する、いやいや継続してたと思いますよ、学習においてもね、成長がないですもん ね、はい、学習しないと、ね、で人の話をよく聞く、ね、人の話をよく聞く、これも当然ですね、はい、人の話に耳を傾けて、圧倒的な行動力、行動力急に来ましたね、圧倒的な行動力、圧倒的なんですね、そう、圧倒的な行動力、やっぱり成功するには圧倒的な行動力がないとね、まあ、人と一緒じゃやっぱりでどんぐりの成果力になりますから、ヨッシーさん、ね、どこに行ってもお会いしますから、圧倒的な行動力ですよね、そして、自慢しない、見返りを求めない、物を大切にしている、断ることができる、自慢しないっていうところね、これもなかなかね、難しいです、難しいです、自慢したくなっちゃいますね、そうそうそう、してないと思っても気づいたらしてることになっちゃ う、 そ う、 そ う、 そう自分のいいところをね、表現したら自慢になっちゃうね、北海道のご飯美味しいって言って、それは沖縄をディスってるんですかって言われたら、でそれ難しいですよね、北海道のご飯は美味しいんだけど沖縄は美味しくないっていうのを裏にね、そうそう思われてやるとね、自慢になっちゃうから ね、 ね、はい、バランスが難しいですよ ね、 すね、見返りを求めない、これはなかなか難しいんだけど、いいことなんだけどね、うん、いいことなんだけど難しいもんね、まあそうですね、みんな欲があるから、なんとかしてあげたのにみたいになっちゃいますよね、得悪い人はそれを求めないって、求めないようにはしています、はい、しています、まあ、そういうようにした方がいいですね、課題ですね、これそうです、はい、物を大切にしている、ね、これはもう当たり前のことですね、はい、最初にもありましたからね、はい、はい、そして断ることができる、これはね、簡単なようで難しい、これ、ね、日本人にはすごく難しいんじゃないですか、僕は結構断ることができないんですよ、ですよね、どこでもいらっしゃいますもんね、断ったら何でもやってあげようという、うん、これができないために今までいくら損したか、あ、退職金がほとんどなくなったねどんだけマジに本当にですよ、本当に、なるほど、あ、じゃあ他は全部できて、圧倒的な行動力と断ることができるはセットで必要なんですね、そうそうそうしないとお金がなくなっちゃう、そういうことですよね、ということが、お金はなくなっても得は貯まるんじゃないですか、さすがいいこと言うんですね、さすが、いいこと言うんですね、そういうことも言えますね、はいはいはい、ね、まあ得を貯めようとよく言うことがありますよね、はい、はい、ということでね、得が高い人の特徴、この吉井新井の今月2月の、はい、ね、一言ではないけどね、はい、たくさんいっぱいありましたね、すごいですね、ということでね、じゃあ、ね、これを胸に頑張りたいと思います、はい、ということで泉さん、はい、はい、泉さんの2月の中、今月の、はい、まあ、これからのね、はい、2月3月に向けてのやる展望というか、お話なんかありますか、展望ですね、はい、そうですね、まあ、案内でもいいですし、はい、とりあえずこのイベントはもう2月 の、 あのライブも無事に終わりまして、はいはい、大盛況のうちに、桜庭由美さんとはい、はい、私の、横浜で、アズーリというね、ワインバーで、ライブを実施しました、素晴らしい、はい、あゆみさんは民謡、私は琉球古典ということで、はい、いいですね、はい、
満席で、すごい、はい、さすがです、はい、あの 大盛況のうちに、まゆみさんっていうと、はい、あゆみさんです、あゆみさん、はい、あゆみさんもあの FM ギノワンで、うん、歌、あゆみの歌プロだったかな、あ、はい、はい、の番組を持って、三線歌手、うそうです、そうです、何あゆみつの、はい、桜庭さんです。あ、桜庭さん、はい、こっちの番組出てますよ。そのあゆみさんも、うん、なんと横浜出身でいらっしゃいまして、そうだった。そうなんです。それも、はいはいはい、あの学区も一緒というね、うん、まあ年はかなりあの親子ぐらいの違いはあるんですけれども、そんな違ったかな。そうなんですよ。そう。ってことはどっちがちっどっちが上なのか、まあ、それがまあ、ちょっと探らないでいただきたいところなんですけれども。はいはい、はい、もう共にだから、沖縄に移住してこの歌三線に魅せられて、うん、もうそれを 本業としている、ね、はい、うん、この2人です、ね、はい、まあ、このお二人で、そうです、あの神奈川でやると、神奈川横浜で、はい、横浜の元町というところで、元町でいいですね、やります、元町の中華街のところ やりました、終わりました中華街で終わった、中華街と元町の本当に境目のところですね。あ、元町、中華街は元町じゃなかったか、はい、元町じゃなかった、あ、中華街は、元町と中華街は、はい、まあ別なんですけれども、まあほぼ隣同士なので、同じ、はい、若い頃よく行ったんだけど、元町は、ね、そうです、ね、横浜でしたから、大学がね、はい、横浜地区、ね、神奈川でしたから、日吉っていうところがあったんですよ ね、はい、そうですね、某有名大学ですね、そうそうそう、某エリート有名大学ですね、はいはい、そうね、そうだ、はい、私はあの、ね、アルバイトはしてました、元町いいですね、はい、ということでね、そんなに、はい、はい、行きたかったですね、はい、そうですね、はい、あのそしてまたあの復習演でのライブも2月は無事に、終わりましてですね、復習演まだずっとやるんでしょ、そうですね、うん、はい、毎週金曜日、はい、毎週、次はまた3月、うん、3月の最終金曜日になります、うんうん、はい、またあのね、もちろんあの三線とか横笛とかそういうね、あの音楽だけ多いんだけども、禅宗さんの禅宗、禅流さんですね、はい、書道人さんのね、はい、うん、のと一緒にやるのがもういいね、あれはいいですね、うん、あれは本当に素晴らしいですよ、はい、もうあのそうですね、私たちこの、まあ、私が歌三線、そして、うん、横笛が、沢井真理子さん、はいはい、そして舞踊が、黒浜美希さん、さん、そして、はいはい、書が、書老人善流さんという、うん、この4人のユニットで、うん、今年はあのあちこちとこう動き回ろうということを、はい、ね、まあ、計画しています、いいですね、その名もですね、琉球歌謡民歌というちょっと難しいんですけども、歌謡民歌っていう、あのちょっとネットで検索していただくと分かるんですけれども、あの上半身は人間、下半身は鳥のこの、まあ、神様ですね、芸術の神様、あ、そういうのか、はい、この歌謡民歌、歌謡民歌、民歌、民歌っていう、はい、そういう名前なの、はい、知ってました、知らなかった、勉強になりました、いや、もともとはもうあのインドからこう仏教として日本に入ってっていうものなんですけれども、そうそう、はい、チェックした、チェックしました、はい、勉強さまだあれですけどね、はい、あの、はい、これを今年は、やっていこうと思っておりますので、楽しみです、ね、はい、皆さん応援よろしくお願いいたします、はい、萩野さん、はい、はい、ね、今日で2回目ですかね、はい、出演のね、はい、ありがとうございます、はいはい、最近は正月明けて、ね、まあ、2月、はい、3月、今度春からまだやる、ね、年度変わりになりますので、ね、はい、4月から、まあ、その辺のなんかあのアピールしたいイベントとかなんかありますか、今年はですね、はい、私年男になりまして、おお何歳かは言わないですけど、はいはい、なるほど、もう私と近いですね、そうですか、はい、で年男になりますので、はい、いろいろね、あの今までやりたかったことをどんどん形にしていきたいなと思いまして、私ですね、はい、あの実はですね、はい、お酒もね、うん、タバコもね、
やらないんですよ。酒もタバコも私と一緒ですよ。私も一緒です。私は65まで酒もタバコもうんぬんもしてましたけど、65から全部やめたんですよ。そうでした。はい。まあ、女性に対する愛情は残ってますけど、きっかけ。はい。病です。心臓を手術しまして、ね、マジで心臓を手術しましてね、うん、バイパスってやつです、はいはい、3本バイパスをね、はい、入れたんですよ。ああ、うん、そうだったんですね。足から足の足首からね付け根まで切って、そこから血管を同じに取り出して、で支障のない血管を心臓の冠動脈に3本くっつけたんですよ。バイパスを作ったんですよ。まあ、それがあったんできっかけでやめられたんです。あ、よかったです。そうそうそう、僕 は、うん、はあの生まれて人生で一度もビールを買ったことがない。なんと善良なの。タバコも一度も一本も吸ったことがない。健康ですね。見た目が健康そうじゃないのが残念なんですけど、ちょっとだからまあタバコも酒も少ない分だけ、そうそう、もうたくさん食べ過ぎて、ね、なんかよく葉巻吸ってそうとか言われるんですけど。この意志の硬さは、いや全然意志が硬いわけでも何でもなくて、誘われたりはしなかったんですか？誘われもしますけど、はい、まあまあだからあの付き合いでそのいただくことはありますけど、うん、あの自分から飲もうと思ったことは人生で一度もないです。一応飲んだことはあると思います。はい、あの一応味はわかる。味はわかる。でも、はい、でも酒飲んで酔っ払う、すぐ酔っ払ってしまうとか、我をなくしてもらったことって、そういう失敗があったわけではないんじゃない？失敗は特にない。あのなんか頭が痛くなるとかそのぐらいです。合わないと。合わないですね。だからもうあれです、ロマネコンティも断ります。もうドンペリもどうぞどうぞって。ドンペリも断る。ドンペリも断るっていうか、あの飲みたい人が飲んでいただければって。萩野さんね、こう見えても若いんですよ。こう見えても若いんですよね。若いですよね。そう、若いんですよ。ありがとうございます。なんか僕よりもちょっと先輩からと思ったんだけど、最初は私よりもきっと年下の男の子ですよね。かもありがとう、初先輩だから年男ってことは12、24、36、48なんですよ。60、そうですよね。次が60、60ってことないもんね。そうですね。そうですよね。ってこと48か。あれだからあの次の役年までに頑張ろうかなと思って。まあそうですよね。もうまさに本当に動く時ですよね。そう。それでそのノンアルコールとノンスモークの集まりっていうのを去年から始めたんですけれども。面白い。私もノンアルコールの。そうだ、だからもう。はい。だからもう仲間ですね。入れてくださいよ。あ、ぜひぜひ。いや、それでそういった人たちで、あのご飯食べに行ったりとか、ね、あの要はあれですね、映画の感想会やったりとか、あの要はあれなんですよね。どうしてもお酒を飲まれる方、タバコを吸われる方と一緒に行動すると、どうしてもタバコ吸うのをお待ちしたりとか、居酒屋とかでも要は居酒屋行きたいけどお酒飲まない人がお酒飲む人と一緒に行くと割り勘すると全然合わないですよね。これはそうなんだ。そうだから要はみんな飲まなければ同じ金額で楽しめるし、まあ食事代だけど、ね、そうだけど居酒屋のメニューはいただきたいじゃないですか。さすがだね。そうだから気軽なくできればいいし、僕は沖縄中には1万人ぐらいはいるんじゃないかなと思ってて、人口が120万人もっといますよ。いや だとしたら、うん、その人たちが集まれば、うん、要は例えばね、ヨシーさんのコンサートでも、はい、ノンアルコールのコンサートやっても500人1000人集められるじゃないですか。だから今はみんな点在してるので、うん、集まれないけど、うん、それがちゃんとコミュニティとして5000人1万人になれば、何やってもみんな楽しいんじゃないかなっていうふうに考えたんです。ノンスモーク、ノンアルコールのグループ。そうです。だから立ち上げたんですか？立ち上げました。それの名前が、優しい肝臓って言います。優しい肝臓。肝臓です。優しい肝臓。優しい肝臓。あのフェイスブックなんかで募集、はい、あのツイッターとか、うん、あのインスタグラムとかに優しい肝臓で検索すると出てきますので、はい、ぜひ登録すればいいと、はい、もうフォローしていただければ、はい、あとはイベントがその都度載ってますので、あの興味のあるのに参加していただければ。そういうイベントもやると。そうです、あのだで優しい肝臓、はい、で予約も必要ないし、うん、はいはい、あの来たかったら来ていただいて、
って、もう本当に当日気が向いたら来れるような、で途中で帰りたくなったら帰ってもいいっていうイベントです。そういうのも一緒に始めてる。始めてます、はい。そうね、バッティングセンターで集まるって日もあります。バッティングセンターが集まってアメクのファミリースポーツランドで集まって、はいはい、バッティングセンターで楽しむ、バッティングするの、バッティングするっていう、そういうのと集まり、あそこ卓球台とかもあるんで卓球もできたりとか、ビリヤードもあるし、はい、テニスのバッティングのやつもあるので、はい、じゃあ今度は泉さん の,、はい、三振琉球古典音楽に親しむ、はい、うん、やってください。はい、ぜひぜひ、はい、やらせていただきます。ぜひぜひ、はい、ね、はい、ノンスモーカーのノンスモーカーのにアルコールの、そうそう、はい、ノンアルコールノンスモークの、はい、古典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 で、古典、古典に、はい、ということなんで、泉さん、じゃあ一曲いきましょうか。はい、じゃあ、古典、古典で、ひしぶしをお届けいたします。ひしぶし、ひしぶし、ひしぶし、はい、どういうことですか、ひしぶし、ひしぶしは、乾燥の乾という字と、瀬長島の瀬ですよね、この菱って言ってこの海岸、海岸のことを言います。あ、そうか、はい、うん、しぶし、まあでも歌の内容はまた全く違うんですけど、海岸のその節々、はい、歌ってことね、タイトルはそうなんですけど、中身はですね、あなたと知ったならばどうしてこの一夜の宿をお断りしましょうか、冬の夜長互いに語り合いましょう、はあ、というこうちょっと意味深な大人ですね、大人な、大人な、はい、まあ、寒い夜 の, 会話なんですけれども、はい、まあ、じゃあ聞いてみましょう、はい、ちょっとすみませんね、チューニングが素敵なちょっとチューニング、
素晴らしい。影に片やぎら。吸って待ってね。なるほど。はい、お疲れ様です。これどこかな、場所を変えるから。はい。はいはい、どうぞ。あと10分でよかったですけどね。はい、入れ替え戦です。あと10分、終わる10分でよかったんだけど、うん、いや、あと20分ぐらいよね。はい、行ってきます。トイレに行くってことですかね。何が、かなこさん5時5分だわ。5時4分だ。54分でかなこ、はいはい。ライソンのマイクだけど、はい、しゃべりにくくないですか、こっち。でマイク大丈夫ですか、これ、こっちで大丈夫、大丈夫、入るじゃん。そうやって喋ってくれれば、あっち向いちゃうと入らないですよ、ベリキンさんみたいな。じゃあこうしますか。それか、ちょっとクリキンさんとマイクを交代するか。マイクこっち使ってもらって、で、そのマイクをちょっともらおうかな。じゃあこっちに主人に来てもらえるかな。あ、これはこっち置いておいていいです。あ、置いて大丈夫。いいです。あ、でも遠いか。いやいや、あ、前に行くから。ちょっと、私すぐに変わりないのかな。大丈夫でしょ。こっちやるか。はい、これいいですか。はい、OK。 はい、OK です。じゃあ CM そろそろ終わるので、はい、行きます。はい、どうぞ。はい、今月のシニアドリームライフ後半に入ります。後半は、はい、出演者が交代しますんでよろしくお願いしますね。はい、後半の方の出演者、まずはね、私の相棒ですね。はい、毎週来ていただいてます内縄口ファーフジ運動のクリキントン先生、よろしくお願いします。はい、グスヨーガンジャーチミシャビーガヤクリキントンユタクリキントンこれ新井さんがつけた私の名前ですね。言いやすいんで、クレケユチク、クレケユタカ、これをね、内縄口に直すとクルキンユチクというふうになります。そうそう、そっからもう新井さんがいつの間にか、クリキントンとなってしまって、はい、語呂がちょっといいんでね、はい、チューンユタサログとウニゲーサビラ、はい、はい、ということでよろしくね。はいはい、はいはい、そして相棒のユッキーさんね。はい、はい、クリキントンはちょっと嫌なので妹子南京のユッキーやゆびリタサルグトゥニゲサビ。何て言ったの今。妹子南京。妹子南京。あるの、そういう言葉。はい、なんか大阪の方であるみたいですよ。あ、そうなの。はい、あの女性の好きな食べ物の一つ目が芋で、次があのたこ焼き。たこ焼き、ね、あ、芋たこ、はい、芋、あ、好きなことね。南京芋たこ、大阪のね、人の南京は何。南京豆じゃないですかね。南京とかとこういうなんかあるじゃないですか。ちょっとあの潰したペースト状の。うん、まあいわゆる南京豆って要するにあの、ピーナッツのこと。ピーナッツのことは南京豆ですよね。そうですよね。そうですかね。ですよね。多分ね。だから芋とタコと南京。NHK の朝ドラのタイトルにもありましたよね。あ、そうですか。藤山ひろみさんが主演。あ、そうだった。僕のイメージに南京、南京ってのが。はい。それで。その続きは南京で止まってる。だから芋たこ南京ユッキーやいびん。あ、はいはいはい、はい、ちゃんと言いました。そう、はい、そう芋たこと南京が大好きなユッキーさんですね。好きじゃない、好きじゃない。違うの。ただね、語呂合わせていただけ。そうなの。あ、そうなの。あ、はいはい、ということで今日もね、英語の方はこれでね、楽しんでやっていきましょうということで、はい、クリキンですね。お、今日はあの後半ゆっくり時間、逆に時間があるんで、いつもね、うん、あの前半にあのゲストの方もずっといたんでいると、はいはいはい、最後もあまり時間しかなくなるようなこともまあまああったんですけど、はい、今日はたくさん時間がある。たくさん時間がある。はい、だからこのね、なんですか、
クガニ言葉、このクガニ言葉だけじゃなくて、はい、まあ今月2月ですけども、はいはい、2月の後半でね、うん、あまり日にちないんですけど、はいはい、あれ毎月やってる、うん、あれはもう終わりました？あ、2月のもん準備整備、どっち2月のもん整備、違う、2月の要するに毎月やってるっていうのは、うちならうちの、はいはい、役場で、役場っていうか公民館でやってるやつよ、はいはい、あ、毎月やってますよ、やってるでしょ、2月はね、第何週だか、もう、2月やな、終わった曜日、終わってるよね、終わってる、だからね、うん、まあずっと今年も毎月やるわけですね、そうです、まあ、毎月第何週って決まってるじゃないですか、大体第3週か4週ぐらいね、第4週、はい、第4週の4週の木曜日ぐらい、木曜日か、金曜日でしょ、うん、金曜日金曜日、はい、うん、第4週の金曜日が多いと、まあ、大城公民館というところを使っているもんだから、うん、公民館 の都合もあるから、はいはい、それに調整しながらやってます ね、ちょこちょこってずれることもあるということでね、はい、はいはい、だいたいそれは1時間ぐらいやるの、どのぐらいのやるの、これよ、有酸で、7時から、うん、9時まで、あ、2時間も、うん、2時間も、いや、ゆちくが、クリキンが、ね、うちなうちを誘惑してるわけ、いや、それね、私一人が喋ると、まあそうですよね、授業にならんですか、授業と言いますかね、うん、楽しんでみんなで島言葉を使って、楽しんでいこうというユンタク会という名前もあるんですよ、内南口のユンタク会、はい、うん、そうすると、まあ、内南口ファーフジ運動っていうのはね、やるおじいちゃんの代が孫の代にね、はいはい、内南口を伝えようってことなんですけど、はいはいはい、その会ではだからね、クリキンはもうおじいちゃんの代ですよね。あ、もうその世代になってますよ。孫の代も来てますか？初めはね、最初来てました。うん、ああ、でもね、なんかやっぱわからないんですよね、ま、子供たちは。うん、はいはい、どうしても年寄り中心の講座になってしまってですよ。そうね、うん、まあ、うん、目的としては。だからもう、まあ、いろいろと、思考を凝らしてやろうというふうには思ってますけどね、子どもたちも参加できるように、うん、で今はもう来なくなってますから、うん、少ないですから、うん、その参加してる皆さんがもうファーフジ世代ですから、ファーフジというのはだからそのファーフジたちがやっぱ孫を連れてくるんですか、そうそうそう、うんうん、あるいはその人たちが進んで子や孫たちに、うん、生活の場で家の中でも、うん、そのうちなごちを使って、ね、残していこうというのがこのファーフジ運動やビル、まあ、そうやとね、うん、せっかくそういう講座もやってるんだから、はいはい、ね、うちなごちが喋る人もばっかりだったらあんまり講座の意味というかね、うん、意味がないから、やっぱりそういう参加している人が今度はなんかまあ子供でもいいし孫でもいいし、そうそうそう、連れてきて、うちなぐちがあまりよく分からない人たちを連れてきて、うちなぐちをつなげると、まあ、そういう人たちが結構多いですよ、うん、はいはい、ね、ということの概念じゃないかと思うんだけどね、ネイティブの方もいますけど、うんうん、まあ、昔若い頃は使ってたけど今は使ってないと、うんうん、それで、完全に使いこなせないから、講座に参加してみんなとうちなうちを習っていこうと、そういう方たち多いですよ、ね、うん、まあ俺はユッキーね、ユッキーみたいにね、はい、自らうちなうちを学ぼうっていうね、はい、人がそんなにまだまだまだ多くないような気もするんだけど、はい、ね、まあ、それを広なんていうのかな、広めないかんよね、はい、うん、広めていって、はい、そういう関心を持てるようにする活動、そうそうそう、普及活動とかな、そうそうそう、うん、ね、そういうのしないかんと思うんだけど、うん、最初の1時間ぐらいがですよ、うん、みんなで、話をして一人一人が自己紹介の中で、うん、うちなぐちを使って自分を紹介すると、うん、その紹介だけじゃなくして、思ったこととか、うん、感じたこととか、あるいは面白い話とかをそのうちなぐちでやるわけですよ、はい、うん、だいたい、もう夢中になると5分とか、はい、喋ってしまう方もいますけどね、うんうん、だいたいその場の人もいるよね、うん、はい、うん、ね、何ですか、15分ぐらい喋ってる人もいますよ、あ、喋り喋るわけで、はい、そうそう、喋りたくてよ、うん、だから止まらんからもう次に行くわけですよ、はい、交代と行ったことないよね、今まで、でもね、まあ、だからさっき言ったように、ね、うちのうち喋る人ばっかりの会だとただの老人クラブになるんで、そうそう、目的がね、そうそう、ね、
あのちゃんと資料も作って、うん、あの講座の資料、うん、その資料で勉強するんですよね、うん、だからやっぱり学校とかそういうところもね声かけて、はい、公民館でもそういう、ね、子どもたちあるいは孫たちに伝わるようなことをね、うん、はい、まずそれを考えた方が私はいいんじゃないかなと、多分あの私たちなんかの世代も子どもとか行って孫とかもいる世代だと思うんですけれども、うんうん、その私たち世代が聞くことはできても自分たちは話せないっていう人が結構多いんですね。ですよね、うん、多いですね。なんか結局自分が話せないから、うん、その自分の子供とかにもあの継承できないっていうのが現状の問題だと思うので、うん、ちょっとそれがやっぱりなかなか難しいかなっていうのは感じてますね。だからそういうこの講座に呼んで、はいはい、ね、うちの道をまあ教えるっていうか一緒に楽しんでね、覚えてもらう、まあまあ、まず読まないしょうがないじゃないですか。話せる世代でもですよ、うんうん、話せる世代でも聞ける世代でも、うん、使わないわけ普段でしょ、うん、だからそれも意識改革せんといかんわけね。そうそうよね、うん、意識的に使うようにして日常的に使うようにして小山子たちに使っていかんと、うん、残らないんですよね。もう、自然な状態でね、うん、生活の言葉として、繋いでいきたいわけよね、うん、ね、やっぱりなんかそういうね今までうちの口に接してない人にいかに伝えるか、ね、はいはい、その興味を持たせて、うんうん、使えるけど使わないというのが今ほとんどですよ。今 14% の方はうちの口を使えると、うん、これ県 の, あの調査でねそういうふうになってはいますけど、使える人が使えない人に使っていかないとそうそう、その 14% だから使える人同士だったら増えないわけさ。そうそうなんですよ。その 14% も積極的には使わないんだよね、はい、小山子たちにももちろん、はい、友達同士、兄弟同士は使うけど小山子には使わないと。そういうことですね。これを使うようにの運動、はい、そうです。で子供たちにもまた直にね、うん、そういう場に出てきてもらって、はいはい、ね、ファーフジーいや親でもいいんだからそういう場所に一緒に連れてきて、うん、そういうね、うん、口に触れる機会をね作る自然にね、うん、だから私はもう思いは24時間うちの口ですからね、うん、まあ、クリキンは24時間うちの口でいいんですけど、うん、やっぱりうちクリキン一人で喋ってもしょうがないんで、そうなんですよ。でもあの興味を持ってもらうために積極的に喋ってるわけ、うん、コンビニ行ってもね、はいはい、必ず私は言いますよ。コンビニ行ったら、癒し見てとらせって何、はい、わかりました。休めてくださいって言うと、コンビニはそれ通じない。いや社会に通用しないことを結構やっぱり言うので、いや違う、これ自分ルールで。違う、これはさ、あの、その店員さんもね、まあ、ね、店員さんも何を言ってるのかな、どういう意味かなと、うん、興味を持ってもらいたいと。うんうん、で、まあ、冗談になるけど、そう冗談で会話ができるっていうね。うん、だけどね、一、はい、回も休めたことないよ。そりゃそうさ。そうですよ。コンビニとか入っても生態的じゃないけど、もう休みてくれるのは市場に行ったらおばちゃんとか、うちの口の分かんないおばちゃんとかおじいちゃんはね、市場に行ったらたくさんいますから、それはもう休みてもらえるよ。コンビニはね、そうですね、マニュアル通りですから ね、はいはい、ね、全部が、うん、よくやそのうちの口ファーフジ運動のこの普及の仕方についてなんかアイデアとか考えは、まあ、正直に言いますと、うん、まあ、あの資料とかも確かに主人とかあの作ったりとかしてるんですけれども、はい、やはりどうしても来る人たちがもうパターン化して決まってて、うん、もう自分たちが話したい、普段使ってないから話したいっていう世代なので、うん、結局主人と同年代か上の人たちしか来ないんですよ。そうするとやっぱり若い人たちもちょっと行きにくいっていうのもあるし、うん、でその内容によってもそのやっぱり1時間ぐらいそのなしらしって言って自分たちの話したいことをやっぱり取ってしまうので、そうすると私たちみたいに例えば他府県から来た人とか、うん、本当にうちの口を覚えたいっていう人にしてみたら、うん、何ってただのおしゃべりで全然その自分たちで新しい何かその情報を教わったっていう感覚がないっていうこともまた実際にあって、まあいろいろ主人の方にはちょっとあの提案をしたりしてるんですけれども、あの一方的にその資料だけ渡してあの教えるんじゃなくて、生徒たちにもやっぱりその学んだことを教える話せるとか使わせるっていうことをやっぱりしていかないと、うん、ただ来て座って聞いて一方的に聞いて終わってしまう。そうすると結局ユンタク会
いくらそのレジュメを作ってたとしても結局自分たちの独りよがりじゃないですけど、うん、話せる人たちだけが集まって楽しんでるような風潮がやっぱり、ね、あのちょっと客観的に参加しているものからするとちょっと厳しい意見なんですけれども、うん、見えるので、うん、そうするとやっぱり子供を連れてきたとしても子供に対しての空気が違うので、はい、子供も面白くない、うん、そしてお母さんも子供がぐずるので気を使うからちょっと来れなくなっちゃうということで、私たちはちょっとある意味ちょっと一部若い人たちがちょっと来ているので、うん、若い人たちだけでそのグループラインを作って、で英語と内な口で話そうねっていう、はあ、いい今度かあれを今ちょっと作ってます、うん、なるほど、私の方はね、はい、積極的にやってもらって、はい、ね、ただちょっとこの、まあ私からするとちょっとその今やってる、まあ、主人の理想はすごくいいと思うんですけども、実際的にその授業の仕方はやっぱり話せる人たちだけが話してっていう感じになってしまってるところがちょっと強いな、うん、まああの講座の資料の中には結構島言葉の使い方、うん、意味とかをもう勉強できるようにはしていますけどね、うんうん、でもそれをほら実際に授業でやるとかさ、あと資料もほら新聞とかのそういうのだなので結局難しい、うん、他府県の人からしてみたら ね、うん、でもこれから継承していくには多分他府県の人とかそういう人たちがやっぱり来ているので移住に来たりとかしてるんで、そういう人たちにも伝えてい、うん、いかなきゃいけないんじゃないかなっていう気がする、ね、難しいね、難しいですよ、ね、もちろん課題は多分大きいと思うんだけど、それでもその島言葉講座、上がり方内なる会っていうのはもう10年ぐらいになるんだけど、うん、内容がでも ねやっぱり進歩していかないと、そうそうそう、うん、いつまでも、まあ、これ機会ここでね、うん、まあ、そういうことも含めて話し合ってさ、そうなんですよ、うん、そういう本当に本当の目的のもと目標が達するようなやり方っていうのかな、人の集め方、これもう一回1位に戻ってやったら今年、ね、そういう人たちに、ね、興味を持ってもらいたく、はいはい、と思うんだけど ね、うん、ね、理想はないんですけど ね、うん、目指してるものはね、うん、いや今月の区外言葉はそうそういきますか、はいはい、うん、東西ごするような、2024年の言葉もね、うん、あのクリキンがまあもちろん分かってるから、うん、バーッとこうあの全部読んで日本語に訳すだけじゃ分かんないんですよ、正直言って、うん、やっぱり一句、はいはい、説明しながらやってもらった方が分かるし、はい、うん、そうでしょう、そうそう、まあ、最初は全部流して意味言ってもらって、それから一句一句、うん、あの言葉の、ね、意味を言ってもらうと我々も分かりやすい、一方的になっちゃうんだけど、やっぱり知らない方と聞く方としては、じゃあじゃあ行きますよ、うん、まあ、最初通して、うん、であと噛み砕いてゆっくりや、そうそうそう、人参や人参、はい、人参やティーチマーチモヌカンゲーセーナランド、はい、これを一個一個しますと一つ一つの単語で いきますと人参や、うん、人参というのは人間です、人間は、うん、ティーチマーチ、ティーチは一つ、まあ、うん、一つの方向という意味ですね、一くくりだけじゃないよって、一くくりだけじゃないよっていう意味ですね、一つの方向という意味ね、ティーチマーチ、マーチって何、うん、マーチというか一くくりじゃ、一くくりではないよっていう意味です、ティーチは一つ、マーチは一くくり、ティーチマーチで一くくりじゃないよっていう意味です、まあ、ティーチマーチ、うん、はい、モヌカンゲーシェーナランドと、もうここまでですけど、もう一方向だけの道を人間は通りませんと、うん、これ前やってなかったか、ですからこれ2月のですよ、あ、そうか、今月のですよなるほど、分かったこれはあの、はいはいはい、昨年の12月のヨシーさんのね、人はいろんな見方をして方向転換するっていうことにちょっと通じる、はいはいはい、通じるなんだよね、と思ってちょっと選ばせていただいたんですけど、ティーチ何、人参やティーチマーチムヌカンゲーシェムヌカンゲー、ムヌカンゲーセーナランドと、ムヌカンゲーセーナランド、もういろんな考えがあるから、いろんな角度から深く考え抜いて行動しなければいけないよと、うん、というもうただ、ね、一方向だけを考えていたら失敗しますよと、はい、人参やティーチマーチムヌカンゲーセーナランドという、はい、そういうことです、ということでゆきさん、はい、美しい言葉で私だけいいんですかね、はい、では読ませていただきます、はい、人参やティーチマーチムヌカンゲーセーナランド、人参やティーチマーチムヌカンゲーセーナランド、なんか後で分かった方がいいね、分かってきたっていうのはティーチ一方とマーチ
多方面並んどうとのダメだよと。ダメだよ、もう親指、ね、だからそれじゃダメだよと、人を食い下げたらダメよと、ね、まあそういうことよね、はい、はい、まああのね、ついになってもない一方、一方方向ばっかり 見てそれしか分かんないとね、行き詰まった時にね、はい、物事がこうね解決できないということがよくあるんでね、はい、はい、そうですね、多方面からいろんな方向から物事を見て、ね、はい、やっていこうっていうだと思うんですね、はい、はい、ゆきさんは今年のもうね2月になりましたけど、はい、はい、今年のなんか抱負っていうかと、なんか、はい、はい、前にも言ったと思うんですけれども、うん、まああの、まあ、聖書の言葉なんですけども、いつも喜んでいなさい、絶えず祈りなさい、すべてのことについて感謝しなさい、うん、はい、はい、これで、うん、生きていこうかな、ある意味でいこうかなと思います、まあ、これまでもそうだったけど、はい、今年もさらに、はい、はい、まあ、そうやって感謝して生きていこうと、はい、う、ね、はい、うん、まあ、いいことですよね、はい、これはちょっとアロハの精神にもつながるなって思います、はい、アロハという、まあ、はい、ハワイ語ね、はい、うん、まあ、ハワイのフランスやってるんで、はい、だいぶハワイ語も覚えたんですか？そうですね、ハワイ結構言語はいろんな言語を覚えるのが好きなので、CM？ はい、はい、CM？ まだ、ああそうですね、うん、はい、まあ、ハワイ語も覚えました、はい、ちょっと CM すれば1回しか言ってないんで、はいはい、そうそう、もう1回 CM 入れて締めましょうね、はい、はい、はい、よろしく、ちょっと忘れてた、アロハの A は思いやり、赤日、アロハの A、 赤日って思いやりっていう意味があるんですよ、朝日、赤日、赤日だったと思うんですけど、赤日、うん、あのアロハっていう一つ一つの意味に、うん、A はハワイ語で、あ、ハワイ語の頭文字で赤日だったと思うんですね、赤日で思いやりっていう意味があるんです、あ、思いやりっていう意味ね、はい、アロハっていうの、 L ももう一つなんかあって、謙遜かな、謙遜という意味があって、アロハの H もなんか柔和とか、アロハオエ、はい、アロハウェイは あなたに思いやりを持って、はい、全部それぞれのアロハの一つ一つ の、うん、あの単語に意味があるんです、なんかアロハウェイってあの歌での感じだとなんか、はい、あの ようこそなんかいらっしゃいみたいな雰囲気だけど、はい、そういう意味ではないよね、なんか別れの歌ですね、あ、そうなんだ、なんか別れ、アロハっていうのはあのこんにちはとか、バイバイっていう意味もあるんですね。こんにちはもあるんじゃないの？こんにちはもありますし、広いんでしょ、はい、アロハ、愛する愛っていう意味もありますし、うん、何でも使えるんですよ、はい、あの挨拶として何でも使えるやつ、ね、そうですね、でも基本は愛の意味です。 OK OK、 あと終わって 2分ぐらい、はい、そうですね、いや、何でもない、ちょっとあの、はい、30秒ぐらいに教えて、 OK、 30秒でやりますね、こうやって、これで最後のもう音楽は入れたの、あ、あの泉さんの曲を入れます、うん、入れてね、はい、もう入れていいんじゃない、あ、わかりました、すぐ入れます、ね、残りあと何本、あと2分ぐらいです、2分ぐらいね、はい、じゃあそろそろ行きます、はい、はい、今日ね、だから途中の音楽がね、一曲しかなかったんで、ついつい CM を入れ忘れてしまって、終わり頃に今ね、入りましたけどもね、はい、まあ、なんとね、月日の経つのが早いもんで、もう2月のね、もう終わり頃になって、このスタジオがですね、刷新、綺麗になるんですよね。楽しみ。はい、もう今月いっぱいでね、綺麗になって、大体今月いっぱいかかるんですか？はい、1ヶ月かかります。うん、はい、もう楽しみでしょ、楽しみです ね、 ね、はい、体操オープンはいつからになるんですか、3月から、あ、3月でも楽しみですね、いや、なったらスタート、はい、新しいスタジオで、はい、スタジオは2つできるんですか、要するに、いや、あっちだけ、あっちが新しくなります、あ、そう、こっちは新しくならないけど、あ、そうなんだ、あっちは新しく、あ、要するにあの 本番のスタジオが新しくなって、はい、はい、そうです、中も綺麗になります、うん、録音する収録だけはこっちは変わらない、こっちはこのままだけ、あ、そうなんだね、はい、はい、ということなんでね、楽しみに待ちましょう、はい、そうそう、時間も来たようですけども、はい、ね、今年もね、今月も、はい、もう終わり、あ、わ、今年は終わらないけど、早いですよね、今月はね、もう終わりますけど、はい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 、今月はウル年じゃないよね、また違うよね、ウル年か、
分かるよ。はいはい、何へで、また来週や。パリ、パリのオリンピックがありますよね。はい、ウルフ選手ね。はいはいはい。ということなんでね、先生もそろそろお別れしましょう。はい、さよなら。はい。はい、OK です。お疲れ様です。お疲れ様、ありがとう。